フーガ CM-170 マジステールベルギー空軍の極技飛行隊レディアブルルージュの塗装が施されたマジステールフーガ CM-170 マジステールはフランスのフーガ社で開発されたジェット練習機。本機は最初からジェットエンジンを動力とする練習機として開発された世界初の機体である。 携帯の特徴は110度の V 字型尾翼と主翼付け根に2機のジェットエンジンを持つことである。また前高が低いため背の高いパイロットなら地上から直接登場することができた。試作機は1952年7月23日に初飛行。その優れた操縦性と燃費の良さからベルギー、イスラエル、ブラジル多,多くの国に輸出された。 極技飛行能力にも優れていたため、フランス空軍の極技飛行隊パトルイユのフランスでも1964年から1980年まで使用された。ドイツ、フィンランド、イスラエルではライセンス生産もされた。フランスでの生産は1969年末まで行われたが、フーガは1958年にポテに買収され、その後1967年に主導になり、 さらに1970年にアイロスパシアルとなったため、機名は何度も変わっている。軽攻撃機としても運用可能であり、今後ドーランではカタンガ政府軍が今後国連軍への攻撃に使用し、今後国連軍はスウェーデン空軍のサーブ29トゥンランを投入して、ようやく戦局を挽回した。第三次中東戦争ではイスラエル空軍が軽攻撃機として使用し、 ミグマイナス -21 と空中戦もいった。本機は50年近くもの長きにわたって運用された。フランス空軍から最後の機体が退役したのは1996年のことで、イスラエルでは近代化改修によって2000年代に入ってもしばらく使われていた。CM-175 ゼフィールポテ、ハインケル CM-191 ヨーロッパ展示される。 フランス空軍機旧西ドイツ軍機アフリカ中近東、アジアイスラエル空軍の続きと中南米、ブラジル空軍の T-24。ありがとうございます。